どうもこんばんは。ようこそお越しくださいました。相馬弘子15周年記念イベントとしまして、1月から6月回って第2回目です。1月終わったばかりで、そして2月が始まっているという状態ですけれども、初日がね、昨日名古屋で終わったところです。名古屋に来てくださった方って、ちなみに昨日も来たんだよって方いらっしゃいます。ありがとうございます。あ、そうですか、本当にどうも。ということは、そうでなかった方、そして、ね、でも1月いらした方もいらっしゃるんでしょうかね。今日は初めてという方もね、いらっしゃるかもしれません。そしてもし1月来てなかったら、きっと4年ぶり以上ということになりますけれども、久しぶりのツアーで、ファーストから6枚目までアルバムを追ってお送りしています。今日は 2x6 ということで、6分の2セカンドアルバム空と海の出会う場所ですけれども、まあ静かなアルバムです。ファーストもね、静かだったんですけれども、今回も中身の濃いアルバムだったなと思っている内容なので、もうね、じっくりと聴いていただきたいなと思っています。どうぞ最後までゆっくり楽しめてください。写真
1月28日終わってからまだ20日しか経ってないんだねっていう話をしておりましたけれども、ね、あっという間でどんなことになっているのかわからない。昨日結構楽しくやっていて、今日みんなすごい緊張感を持ってまたステージに臨んでいる ね。シエ君はあのギターを持ち忘れてステージに上がるようなシーンがあったりねして、結構いろいろありますね。今日はセカンドアルバム空と海の出会う場所ということで、これは今でもあの皆さんからリクエストが、ね、たくさんいただく曲が入っているアルバムです。今私はあのツアーのリハーサルももちろんなんですけれども、それと同時にレコーディングもねやっています。それは15周年記念に合わせた、セルフカバーアルバムということで作っているものがあるんですけれども、
この1月から6月までのツアーの期間中に出したいということで、リハーサルの合間に歌入れを今しているというね、オケが入ったところなんですけれども、それを今撮っています。で、その時にアンケートでどの曲が一番私が出してきた作品の中で聴きたいかなって話を聞いたところ、空と海の出会う場所が一番多かったですね。そしてこのアルバムに入っている曲が一番多くて、嬉しかったですけどね。ちょっとそのセカンドアルバムの話をするとね、セカンドアルバムは結構ぶつかることが多かったアルバムかなっていう、気がしてますね。1枚目っていうのはね、そんなにまだレコーディングっていうものがどういうものかよく分かってない時だったので、こういうものかなと思ってやっていたんですけれども、セカンドアルバムになってくるとだんだん自分の中でね、いろいろと意見も話すようになるんですけれども、その時に一番大きかったのはやっぱり詩ですね。詩は、例えばなんだろうな、昨日話した中では嘘をつかない人っていう曲がね、自転車が錆びてくっていう歌詞があるんですけど、その自転車がもともとはコーヒーカップが片方だけ割れちゃったか、なんかちょっと可愛らしいイメージが私の中ではあったんですけれども、私ってなんかね、デビューの時の写真とか見ると自分でも思うんですけれども、すごい可愛らしいねって言われるんですよね。可愛らしいんだよね私のイメージってね。それでやっぱりね、作詞家の方ってファーストの時はあ、こういうものなのかななんて思ってたんですけど、セカンドアルバムで続いて引き続きこう割と、ファーストもそれなりにね、可愛らしいもの、あんまりそんな、私そんな、例えばさ、女優さん、タレントさんなのかな、花さん、花ちゃんって言われてる人っているじゃないですか。あの方のなんか健康的な可愛らしさってありますよね。わからないかな、男性の方どういう視点かな。なんかね、鉢の上に生えた芽みたいなっていうのと、こう痩せこけた土地でおじいちゃんがやっと出した芽とかさ、違うじゃん。でもどっちかっていうと私ね、こう鉢の上のなんか芽っていうイメージがあるんですよね。で、ああそうか、それほどでもないんですよとかね、思ってたんですけど、それをなんかね、伝えるのがね、セカンドアルバムはね、戦ったかなーなんてね。でも錆びてく自転車って最初は思ったんですけどね、そのコーヒーカップがね、変わった時。でもこうやってね、ツアーを回ってね、久しぶりの15年前の歌を歌えるっていう作品を残してきてるのも自分の中で、やってきたんだなってね、思えてるんですけどね。でもそういう、最初の時だったかな、92年っていうのは。ですけどね。じゃあ次の曲はね、そんな中で、私が初めて詩をね、あまり書かなくていいって言われるんですよ、私、詩は。今のスタッフはね、全然違いますけど、当時は、やっぱり、餅は餅屋じゃないよね。餅は餅屋でっていう、そこを求めてないからみたいなのがあってね。でも、なんかやっぱりだんだん、そう、作詞家の方に訴えるってすごくエネルギーがいるから、作詞家の方もエネルギー持ってきてくれてるからね、それをこうバトルしてるのが疲れちゃって、自分で書いた方が早いかもって本当に思うんですけどね。でもやっぱり世の中で素敵だなと思う詩って本当に、なんて言うんでしょうね、
考えたから出たっていうものなのかなっていうぐらい熱いものですよね。そう考えるとね、まあ、これからもね、新作が埋まっていただいてるかと思うので、新作もね、頑張って書いていきたいなと思っていますが、そんな中で私の一番最初に書いた曲ですね、母を亡くした時に降ってきた曲です。
ありがとうございます。先ほど92年をちょっと振り返ってお話ししましたけれども、私のメールマガジンを、ホームページで登録できるようになったんですけれども、ホームページ見てメルマガって登録できた方とかいらっしゃいます？知らないよって方っています？なってるやそうなんだ、そうなんだね。お待ちしてますね。あのね、メルマガでちょっとお知らせしたのでご存知の方もいるかもしれませんけれども、今月2月はですね、92年、私91年にレコーディングをしていたんですけれど、その時のね、ちょっと衝撃的な出来事があったんですけれども、アイルランドというところにマイル・ブラックというシンガー、女性のね、すごく牧歌的な音楽を大事に歌ってきている方がいて、その方がとっても好きだったんですけれど、バブリーな時代ということもあって行けたんですけどね。でアイルランドに行ってお会いしたりして、その時にトラックダウン、そしてジャケット撮影をしたんですが、そのロケハンといって、何て言うんでしょう、わかりますか、ジャケット撮影のロケ地、撮影場所を求めて探すというのを3日目ぐらいかな、5日ぐらい滞在してたのかな、3日目ぐらいにこう2台の車で走っていたんですね。で前に、マネージャーとかいろいろ乗ってて、後ろに、今をときめくなんだっけ今をときめくあの方は、そうそう、 なんていうグループだった、あ、東京事変っていうね、中で泉ちゃん残ってるじゃんそっか、なんかね、一緒に 見たいって言ってたんだけどね、そっか、ありがとうね。東京事変でね、亀ちゃんやってたよね。で、その、亀田誠二さんという方がアレンジャーなんですけれども、ずっと私の4枚目まで一緒にやっていますが、その彼が運転してて、助手席にライターの物書きさんが乗ってて、で私が亀ちゃんの後ろに乗ってる3人の状態でドライブしてたっていう話は、当時すごくね、ラジオで、いやびっくりしたなんて話をしていたんですけど、実はそ の映像がね、当時のエンジニアの方が持っていて、今日公開しようということで持ってきました。その映像をですね、その皆さんから向かって左手にこれから上映したいかと思いますので、どうぞ。ですよ、結構どういった事故だったかというと、50メーターぐらいお尻を振りながら、その白夜っていうんでしょうかね、ああいうところって路面が ずっと暗いのは何、白夜、あ、来ました来ました、あ、ずっと明るいのか、逆ですね、真っ暗な中で事故を起こしたんですけれど、明け方でした。これが私たちが乗っていた眠るで、本当に死ぬかと思いましたこれは今画面手前側から走ってきて、あの状態で落ちてるので、なんでか分かんないんですけど、前転か分かんないけど逆向いてるんですよね。ここが輪立ちでジャンプ台になっちゃったっていうね。あっちから走ってきたんですね。日本と違うのかな、これは左通行。一緒か。バンチ運転してると思います。ここからちょっとね、酔いやすい方は目を閉じてた方がいいかもしれません。当時15年前というのはですね、あれですね、手ぶれ防止装置というのがあまりなかったんですね。ひど
どい見る方をしていますが、これは今スクラップ工場、廃車場、廃車になってしまった車を見に行っている状態ですね。やりました。現場に来ております。もうちょっとだけ音を聞くなるとか。くれぐれもこれ、はい、誤解を生まないようにホテルに帰って休んでください。ちなみに僕は乗ってません。しんちゃんがいたら私も乗ってません。こんなの生まれて初めてです。こんな日本人も初めてでしょうね。ビデオ撮っとる。人すぎる。人すぎる。さっきまで中に木がありました。ありました。すごいです。とにかくなんて言うのかわからないですね。怪我をしなかったんですね。なぜでかというと、木の上に乗っかったからなんですね。あれ一回木を突き破って、そして木の上に落ちたみたいなね。ディレクターは自分がクビになるかと思ったって言ってましたね。これで全てが終わった。バンパーアリーノ、バンパーアリーノ、現場です、現場です。バンパーの物語です。あそこまで止まる。で、ドッカンかな、向きが変わってるか。そうですね。これで手を切るといけないねって言いながら手袋を交換し合って登ったんです。覚えてます。で僕はこれがすごく急に登れなくて、その木に捕まって登りました。そう、意外と急なんですね。で、ひろこかか A の、お父さんかか A の上がりました。マフラーを持ちながらですね。いや突っ込んだ時の様子を。そうですね。この輪立ちですか。この輪立ちでジャンプしてますね、おそらく。飛び越えのですね。俺の姿も飛び越えました。で、降りた。いやこの下の方はね、川が流れてる谷なんですよ。怖かったですけどね、これが飛んだ時は。風が風とか電池とか気になっちゃって、伊藤さんも不思議だし、仕事しなかったし、誰もしてなかったの。プローラップな状況で、いや、こっちが心配でしたね。だから、かぶってに、退治してこちらに落ちたことになったので、勝手に落ちてきました。いいことないでしょ。いいことない。いいことない。
帰ろう俺言ったんだよ俺これ。シンクラニオンの巨匠です。スーツケースがなくなった時点からもう考えるべきでしたよね。スーツケースというのは、亀ちゃんのスーツケースがアイルランドに到着せずにロンドンに行っちゃったっていう。私が何をしていたかというと、この後に、映ってるんですけどね、こんなとこだったんですよ。アイルランド素敵でしょ。また行きたいね。でみんなと一緒に乾くっていう、ここね、そのまま撮影をしていました。事故があったのが、その夜中から見に行ってて、明け方落ちて、暗いうちに落ちて、で引き上げられて、さっきの皆さん見てて、でその後救急車で病院に運ばれて、その後ランチを食べてすぐ撮影というのでね、強硬な撮影で涙がうるうるしてる、セカンドアルバムなんですけどね。そんなことを思い出しながら、もしね、まあ、今ね、持っている方いらっしゃったら見てみてください。では、はい、メンバーはどうだった？ね、そうだよね。でも本人としては本当にね、飛び越えた瞬間に一体亀ちゃんのセリフが忘れられなくて、ずっと 50m ぐらいこう振って、あ、何が起きたのっていう一瞬なのね、事故の時ってね。ほんの1秒がものすごい考えてて、はぁ、部屋掃除してくればよかったって本当に思ったもの。もうレコーディングの時なんてもう忙しくて忙しくて、もうみんな寝てもいないで行ったので、本当にね、いや、日記捨ててくればよかった、燃やしてくればよかったとかね、思いながらジャーンってした時のカメちゃんがごめんなさいって言ってね、その一言で終わりかって言うんだよ。本当にあれで最後だったなら本当すごいね、人の死ぬのって簡単ねみたいなね、思っちゃったけど、たまたまね気に引っかかってよかったなって思いますけどね。では、私は座ってる場合じゃなかったね、ごめんなさいね。2月はバレンタインデーの月ということで、1曲私のセカンド以外の曲で、セレクトして持ってきた曲があります。これはね、バレンタインって言っても皆さん今どんな恋をされてますかね。恋って言ってもね、家庭を持つ時代に入ってる方もいるかもしれないしね、いろいろあると思うんですけれど、私の中でね、この曲は、いつまでもご
気持ちの中で愛情というか恋というか続く今でもいいなと思う曲ですね。ハッピーな曲いっぱいあるけどね、あえてこの曲を選びました。オフコースの曲です。時に愛は始まりはいつも愛、それが気まぐれでも、ただ青くきらめいて、嘘のかけらもなく崩れ落ちてゆくように見えても、
Thank you.
Thank you.
会人ですから厳しい状況にあることは仕事上あるでしょうね どんな時も前向きにいることだけを今日はね今気合い入れてますけどね気持ちがね音楽はね楽しんでますから大丈夫今日一期一会って言葉あるからね気持ちを込めて私の曲の中からバレンタインの曲、まあ、女性であっても同じです最後のね一曲お届けしたいと思いますリフレイン今日はどうもありがとうございましたThank you.
く。私メンバーも紹介しないで去ってったんだよね。何やってんだよね、本当にね。ありがとう。よし、じゃあメンバーを紹介させていただきます。まずはじゃあね、ギターからですけどね、そうですね、周平くんは一番このメンバーの中で年下になるんですよね。そうだな、最近の周平くんのことだと、昨日はアツコナイトと言って、あのピアノのアツコさんがすごく伸びたいプライベートなことがあって付き合うぞというねノリになってましたけど、何時までだったんですか？ちなみに。5時だそうですね。8時？信じられない。そういうものなんだ。私は帰ってすぐ寝たよ。もう大阪着いたらもうすぐに寝た。うん、ごめんね、付き合いなくてとか思いながらね、全然8時まで盛り上がってたのね。そうですか、ね、でもかなり ね一番若いなりのにみんなを率いて行ってきたんだよね。あそこの人ね、ギター山口周平です。知らなかった、8時だなって。泉ちゃんが一番強いかもしれないですね、お酒的にはね。いやいや、あ、そうなんですか、二人でそう言い合ったね。ね、パーカッション、この間来た方は言ったけどね、もうデビューの頃から一緒のお付き合いで、最近だと泉ちゃんの出来事って言うと何があるかな。今日は、あー、そうだね、今日車でこっちに向かう途中にね、花嫁さんを見て、あ、なんか縁起がいいねなんて言ってたんだけれど、その時にウェディングドレス着てみたいってすごく言ってたんで、誰か着せてあげてください。でも子供は嫌いなんだそうで、子供はいらないって言ってましたけどね。そんなことないですよね、産んだらね、きっとね、分かんないですけど。でもね、すごく自由奔放に、ね、感情のままのパーカッションが非常に気持ちいい、パーカッションみそ泉。中のね、車で携帯電話の折りたたみ携帯電話のような形になってね、
動してきたというので、なんか人数荷物がね増えちゃって人数乗らなくて、一人ちょっと窮屈な一人じゃないねちょっと窮屈な思いできてね、 AU 松本っていうあだ名がついてしまったんですけれども、本当にね、このライブが始まる前の、音楽ありますよね、 SE、 それもずっといろいろと作ってるのは彼なんですね、そして打ち込みも全部彼がやってくれています。なくてはならない存在ですね、オール含めてマルチ松本よちおです。そして、キーボードですけれども、そうだな昨日はそれであつこないとはどうだったんですか。マネージャーには個人って言ってなかった。嘘つきなのね。そうなんだね。でもすごく爽やかな顔して遅刻一つせずやっぱりね出てますね。素晴らしい皆さん、あっちゃんはそうですね、今作っているアルバム、この次に作ろうと思っている作品の中でもいろいろと曲の相談などしていて、今作っている作品以外のいろんなことをね今ちょっと考えているので整理しながら自分で一歩一歩ね住んでいるんですけれど、その中で私の姉御ですね素敵な人を私も見つけたなと思ってます。ピアノ黒川敦子ね、先ほど言いましたけれども今その15周年6月で迎えるんですけれども、セルカバーアルバムを作っています。これがかなり強硬なスケジュールになっておりますので、作品の内容を大事にするとなるとちょっぴり申したくないんですけれどね、本当に早く届けたくて届けたくてって感じでね走っておりますけれど、まだ日にちは言わない方がいいね言わずに置きますね、ただ作品はびっくりするようなね、みんながあ、そうなんねってなんで関西弁になってんのねそうなんねって思ってもらえるかなっていう作品作ってますよ。1回1回のライブと同じようにねレコーディングも大事に持っていきたいなと思ってます。待っていてください。そして私いつも言わなくちゃいけない忘れている、今日も行っていいんですか業務連絡ですけど、今2月ですが4月と5月のライブの先行発売チケットというのが、本日こちらネイブで行われます。実際の一般発売が3月6日なんですけれども、4月と5月の分を先にこちらで先行発売するということなので、うん、リベンジ、うん、どういう意味、ぜひねまた4月5月も会いに来てもらえたらなと思っています。受付の方でね販売してるかなと思いますので、最寄りのスタッフらしき人に聞いてみてください。それじゃあね、まず来月まだまだ続きますので6月まで3月のタイトル曲をお送りしたいと思います。永遠を探しに。
じゃあまた3月ちょっと AI 探しでねお待ちしてます。今日どうもありがとう。